ステファン・ウロシュ2世、ミルティンは、セルビア王国の王。バルカン半島南部に領土を拡大し、セルビアと踏む、ディオクレア、アルバニアの地、及び、沿岸地方の王を称した。ステファン・ウロシュ1世の抜子として生まれ、アンジューケ出身のヘレナを母に持つ。兄ステファン・ドラグティンが退位したことで旧教位につき、即位時点で29歳を超えていた。即位当時、シチリア王。 シャルル・ダンジュローマ教皇マルティノス四世以来は反ビザンツ活動を積極的に行っており、ウロシュ二世はテッサリアの支配者、ヨハネス一世と協力して、マケドニアのビザンツ領を攻撃した。1282年に歴代のセルビア王が達成できなかったスコピエを、はじめとするマケドニア北部の獲得に成功し、スコピエを首都に定めた。ビザンツ皇帝ミカエル八世は、 対セルビア戦争の準備を始めるが、準備が整う前に没し、翌1283年に、ミルティンは彼の兄弟と共に、ビザンツ領の奥深くまで進攻して、カバラにまで達した。1284年には、アルバニア北部及び、ディラキウムを支配下に置いた。15年間戦況に変化はなかったが、アンドロニコス2世から、ビザンツの王女の婚姻を条件とした和平が、 提案され、休戦に至った。当初は、トレビゾンド皇帝ヨハネス2世の未亡人で、アンドロニコス2世の姉妹であるエブドキアがウロシュ2世の日に選ばれたが、エブドキアが結婚を拒否したため、わずか5歳であったアンドロニコス2世の娘シモニスがセルビアに嫁ぐことになった。ウロシュ2世は、この婚姻によって、ドラグティンに対して優位に立つことができ、また、 国威の向上にもつながると考えて提案を受け入れた。婚姻の際に、ウロシュ2世がビザンツとの戦争で獲得した征服地は、婚子としてそのままセルビアに属し、征服したビザンツの領土は、セルビアの宮廷文化と行政制度にビザンティン文化の影響を及ぼした。モンゴルに勝利したセルビア軍1280年より、あと、ブルガリアでは、 オージッシュマンがキプチャクハン国の重心としてビディンを統治しており、彼はキプチャクハン国西部の有力者の外に霊属しており、西部への拡張を図るのがいが派遣した軍隊がセルビアに侵入する事件が起きた。モンゴル軍はハバスのに現れるが、セルビアはザドレロをモンゴル軍から防衛し、ビディンへと退却するモンゴル軍を追撃した。ウロシュ二世は、 ビディンをはじめとするシシマンの領地を破壊し、シシマンはドナウ川の対岸に逃亡した。しかし、ウロシュ2世がセルビアの貴族、ドラゴシュとシシマンの娘の婚約を取り決め、またウロシュ2世が娘のアンナをシシマンのコミハイルに嫁がせたことで、セルビアとブルガリアの両国は同盟国になった。ウロシュ2世とノガイはビディンの破壊をめぐって対立し、ノガイは セルビア討伐の軍を起こそうとするが、ウロシュ2世は、このステファン・ウロシュを人質に差し出すことを条件とした、講和を申し入れ、1296年から野外が、戦死する1299年までの間でチャンスキは、従者と共に、モンゴルの宮廷に預けられた。若年時のウロシュ2世とドラグティン退位した後の、ステファン・ドラグティンは、ブラニチェボからボスナ川に至る所要を有しており、 ベオグラードを拠点としていたが、1299年にビザンツとの和平が成立した後に、ウロッシュ2世とドラグティンの間に争いが起きる。兄弟の戦いは散発的な停戦を挟みながら、ドラグティンが没する1314年まで続いた。戦争中、ウロッシュ2世はデチャンスキをゼタの統治者に任命し、セルビア王位の後継者をドラグティンの子、 ステファン・ブラディスラブ2世ではなく、デチャンスキとすることを表明した。アルバニア北部に進出したセルビアは、デバルを占拠して、国境をドゥラッツォ付近の沿岸部にまで拡大し、1296年には、すでにドゥラッツォを制圧していた。1312年のガリポリの戦いでは、セルビアは、オスマン帝国と戦うアンドロニコス2世に援軍を送った。ビザンツでは、 オスマン帝国を抑えようとする多くの試みがなされたが急速な分裂状態に陥っているビザンツはセルビアの助けを必要としていたのである。オスマン軍は辺境地帯で略奪を行い、ビザンツとオスマンの両軍はガリポリ半島で交戦、ビザンツ側はオスマンに対象を収めた。セルビアは協力の対価としてビザンツより空カボの町を割上された。 ドラグティンが没した1314年に、グロッシュ2世は、ドラグティンの領地の大部分を接収し、その中にはベオグラードも含まれていた。しかし、1319年に、ハンガリー王カーロイン一世によって、ベオグラードの支配権は脱回される。また、同1314年に、王子のデチャンスキが彼に対して反乱を起こすと、ビザンツの力を借りて、反乱を打ちがつし、 デチャンスキの主力を奪った上で、コンスタンティノープルに追放した。ウロシュが追放されて、以降は、ウロシュ2世の伐主であるステファイ・コンスタンティンが、次期セルビア王とみなされるようになるが、1321年の春に、ウロシュ2世の許しを受けたデチャンスキが帰国する。彼の死後、セルビアは、短い内戦期間を経て、闘争を勝ち抜いたデチャンスキが、セルビア王位についた。 ウロシュ2世の知世、セルビアはハンガリーを除いた東欧諸国の中で最も強大な国に成長し、多くの変化が起きた。13世紀末に、封建領主に条件保有地を支給するプロニア制が導入され、ビザンツの宮廷二例と文化が国内にもたらされた。1266年にステファンウロシュ1世の宮廷を訪れた、ビザンツの施設は偉大な王と呼ばれる。 ウロシュ一世の宮殿と生活が簡素なことに衝撃を受けたが、ウロシュ二世のもとを訪れた別のビザンツの施設は装飾品で彩られた王の衣服とビザンツ式の壮麗な宮殿について書き記した。また、ウロシュ二世はグラチャニツァ修道院、リエビシャの生新女教会、アトス山のヒランダリュ修道院などの修道院を建てたことでも知られている。現在のモンテネグロ南部の地域。 この地域にはセルビア帝国崩壊後にゼタ広告が成立する。ウィキメディアコモンズにはステファン・ウロシュセ世イミルティンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。